こんにちは、ペカちゃんです。稲妻イレブンゴーストライカーズ2013物質モードの方、今回もやっていきたいと思います。今回は大会第9大会の2戦目、あ、オルフェウス戦ですか、やっていきたいと思います。さあ始めよう。チームの設定をしよう。はい、ってことでフォーメーションこんな感じでいきたいと思います。今回はファイアートルネード全集合ってことで、ファイアートルネード回、ファイアートルネードダブルドライブ、ファイアートルネードトリプルクラッシャー、この4つの技を打っていきたいと思います。ってことでいきましょう。はい、タイタニック試合開始だ。はい、ってことでやっていきましょう。結構ね、ダブルドライブに関してはパートナーがいっぱいいるので、ちょっとね、全部の組み合わせやりたいんですけど、多分無理だと思うんですけども、とりあえずちょっとやっていきたいと思います。で、トリプルクラッシャーはちょっと後半打つ感じでよろしくお願いします。それではストライカーやんね。うちがエースストライカーやんね。じゃあちょっと、じゃあファイアートルネード回行こう。あー、くそ。キースオッケー。さあ、奪っていき、とりあえずゴエンジでいきたい。ゴエンジでいきたいんだけど、いないな。来た、見せてやる。ちょっと上手くなかった今の。最近は俺、きなこの声真似がね、上達してるように感じるんですよね。さあさあさあ、いけるぞみんな、いけるぞみんな。ってことで1、2、じゃあファイアートルネード回いきましょうか。あー、くっそ。そこで入る、絶妙のタイミングすぎるじゃんそれ。バーバリアンの盾、うわ最悪。企画が進まん。あ、マジ企画が進まんからやめてくれそれは。わあ、もうアンジェロ男女め。くっそ、フォトンフラッシュでやられていく。マトルちゃんが奪われた。あ、そしてオッケー、後ろからサイディングですけども。任せろ。あー、ゴエンジ溜まってねえな。なんかいねえのか、ちょっとやばい。前半10分にして何も打っていない。剣打つか、剣来ました。1、2、届くな、オッケー、来い。任せろ。来た、ダブルドライブ。さあ、いってくれ、ダブルドライブ。ギガントウォール。OK、打ち破っていく。まずダブルドライブが決まっていく。いいですね。ゴエンジ・シュヤが日本代表戦で一度だけ使った技、ダブルドライブでございます。さあ、決まっていきます。でもね、俺ね、天馬と剣より、剣とゴエンジの組み合わせの方が好きですね、俺はね。さあ、ゴエンジは溜まっているか？あ、溜まってる、来た。行きましょう。1、2、ちょっと行くか。ドン！行くぞ！ファイアートルネード！さあ、行ってくれ。ファイアートルネード回はちょっと昨日も打ちまくったんですけども。さあ、どうでしょうか。ギガントウォール。あー、くそ。止められていく。低めさ、さあ、あー、くそ、溜まってるなこいつ。さあ、届け、オッケー、届いていく。戦騎士ブリューヒルデ。さあ、行きましょう。バルキーフラッグデーデー。前回ね、これ言ってないんで、ちょっと久しぶりのデーですね。久しぶりの。さあさあさあ、いるかな、なんか。あ、そうだ。あー、くっそ、行くぞ。なんかいないかな。オッケー。力を貸して。ドラゴンさん、力を貸して。ミッシトランス。ミッシトランス。ドラゴン。ドラゴン。あ、ちょちょ、届いてない。おい、届け。届け。オッケー。見せてやる。あー、くそ。これ何？エコーボール。エコーボール。エコーボールで、まずは遠藤の正面です。ナイス。ナイスですね。そして、実はですね、黒崎なんですけども、 この人もね、実はファイアートルネードダブルドライブ打てるんですよ。ただ今溜まってないみたいですね。ゴエンジはガンマどこ行くの、お前。オルフェンスボールで試合再開です。やばいな、
ちょっと全然打ててね。OK。天魔が溜まってるので、じゃあ、ゴエンジと行くか、ゴエンジと。天魔とゴエンジ。ね、天魔はもう ゴエンジが命の恩人ですからね。さあ、行ってくれ。さあ、ギガントウォールで。決まっていく。ダブルドライブが決まっていくね。2回目だ、2回目。さあ、決まっていく。ちょ、やばいな。いかが黒崎が溜まって。ちょっと待てよ。後ろから。OK。あー、くそ。こいつらフォワードもブロックが溜まってんのか。クイックドロー。マックスが使ってたよね、この技。さて、黒崎が行くか。あ、爆裂ストームなってたかな。あ、ダブルダウンなってる。あ、くそ。来ねえわ。来なかった。で、行くわ。もう一回行く。もう一回行く。見せてやる。戦騎士ブリューヒルデ。さあ、行きましょう。バルキーフラッグで。で。さあ、ボールを奪っていき、きなこもね、実はダブルドライブ打ってるので、きなこ行きますか。君たちは最高。きなこのダブルドライブって初めてじゃない。うわ、まだバーバリアンか。バーバリアンの盾。厳しい。これファールなの。オルフェンスボールで試合再開です。そう、きつい。行くか。ちょ、打たせてくれ最後に。あー、やばい、全然打ててない。やばい。これまずいぞ。これまずい、ちょっとまずいぞ。流れがまずい。シュート3本ちょっとまずい。で、後半なんですけども、ちょっとね、きなこと黒崎ダブルドライブ打ってからトリプルクラッシャーの方挑みたいと思います。さあ、後半戦。やばい、ちょっとまずい、きなこと黒崎といえばダブルドライブ打ったことが多分ないので、アニメとかでもないと思うんで、ちょ、ここを見ましょう。さすがだ、白熱しています。ここ来い。 OK。 この組み合わせは絶対ないよね、本当にね。ファイアートルネードダブルドライブ。さあ、行ってくれ。なんというシュートだ。今止めてやるぜ。これでもちょっと遠いかな。まあさすがにちょっと遠かった。ナイスセーブだ。さあ、違う。どこ？オッケー。行くぜ、父ちゃん。ミッシュトランス。父ちゃん。止めろ。そう、止めろ。お前がブロックするんだよ。止めろ。オッケー。ナイスセーブだ。俺に任せろ。さて、早くボール出したいところ。やらせねえぞ。ちょ、ボール出すか、これ取ったら。すごい裏声がすごいね、これね。さあ、ボール出すか。トリプルクラッシャー打たないと、さすがに。トリプルクラッシャー打っていきます、次は。黒崎下がってもらって、打てるのがですね、太陽もいるんですね。これ、こういう感じですね。まあ、これ、こうか。これでいきましょう。さあ、トリプルクラッシャー打ちまくるよ。ここで選手交代です。さあ、溜まってるね。OK。さあ、奪っていき。いるか。来た。すみません、きなこで打つか。きなこで来い。行くか。頑張ろう。行くよね。ファイアートルネード。トリプルクラッシャー。さあ、どうだ。任せろというシュートだ。ギガントウォール。オッケー。劇場版で登場したトリプルクラッシャーで3点目。成長してるんだから、落ちなくて成長してるんだからってことで決まっていく。あとはさあ、あと普通のファイアートレード以外は全部打ったのか。ただトリプルクラッシャーですごい山ほど組み合わせがあるんで、ちょっと全員打たせたいところではあるんだが、剣溜まってるね。剣走れ剣。一方的な俺たちの力を見せてやる。くそ、ちょっと待って、何これ。フリーズショット違う、クロストライブか。ドライブ
すんごい初期の技だよね、これ初期の技。これ5ターンだな、これは神の手ゴッドハンド、しっかりと止めていく。オッケーオッケー、ナイスセーブだ。ああそこ狙い詰まれるか。ブレードアタック、これは肘が痛いねんだな。いくよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。剣からいか、剣、剣、白龍、剣、白龍、天馬。まあいいや、こいつ撃っちゃえ、こいつ撃っちゃえ、もう行くよね。ファイヤートルネード、トリプルクラッシャー。白龍の声が入るだけで全然違うね、これね。クロステオガード、決まっていく、 4-0、 しっかりと決まっていく。残念だったな。はい、4-0ですね。オールフェンスのキックオフで試合再開です。さて、次はジース行くぞ、守る。お、行くぞ守り言うた。リバイン、リバインやろ。そう、なんでこれお、ね、ビデオがリバインやろ持ってるのかちょっと俺はよくわかんないんだけどさ。ビデオ、ビデオ一回の絶対で止めていく。さあさあさあ、あと何回ねえか。太陽打ってない、太陽、そういえば太陽ちょっと3つ目するか。もっと孔明力を借ります、孔明力を借ります。ミッシュトランス孔明で、孔明で打つか。次は俺たちの力を見せてやる。あー、ミッシュトランスだと無理なのかな、これ無理なのかな。俺たちの力を見せてやる、俺たち力を見せてやる。さあちょっと待って、打てるやついないの、打てるやつ。おちょ、どこ蹴ってる、どこ蹴ってる。取ってくれよ今の。オッケー、あーミッチマックスしてると打てないんだ、そっか。ちょっと待って、じゃあなんか打てるやつ探さないと。さあ天馬来た、太陽混ぜて、太陽混ぜて、太陽混ぜて、俺たちの力を見せて。これで一応全員携わったことになったね、一応。さあどうだ、マジで止められる、なんで止められるの、なんで止まった、不思議だ。トリプルクラッシャーがギガントウォールごときに、俺じゃ、俺らも、俺らもちょっと待って、ファイアートルネードだけいってない、最後のこれだけ。くそ、オッケー、これだけ、これだけ、オッケー、これでコンプリートだ。ファイアートルネード、やっぱファイアートルネードって言ったらこれ。このセオガード、あー、まあ弾かれていった。行くよ、さあさあさあ、一人ワンツー、一人ワンツー、かわされていく。これ俺でもできそうだな、多分できないけど。さあ、止めて最後に蹴っていく。オフサイド、オフサイド、オッケーオッケー、ロスタイムに入っていく。なんか打てる、ついきた、もう一回打つか、トリプルガチャ。うわー、それで、OK、ファールなの、それで、マジか。オルフェンスボールで試合再開です。ここで試合終了。ちょっとなんかグダグダ感あったけど、とりあえず全部打てました。両者ともに気を振り絞った接戦実況は角間啓太でお送りしました。はい。はい、ってことで、今回ここまでです。で、明日はですね、ファイナルトルネード再現ってことで、ゼウス戦で登場したファイナルトルネードを、まあ、この、ザ・フェニックスからファイアートルネードのシュートチェーンって形で、再現したいと思います。で、ちょっとね、編集で、ちょっとうまいこと、アニメに近づけたムービー、必殺技ムービーちょっと作ってみたいと思ってるんで、まあ、そういう感じでちょっとね、よろしくお願いします。ってことで、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。